こんにちは、藤原です。今回は1000円台で食べられる食べ放題3選のご紹介です。食べ放題一人で行くのって何回行ってもやっぱりねちょっとそわそわしちゃうと思うんですけども、1000円台だと雰囲気的には入りやすいカジュアルなお店もかなり多いので、ぜひ皆さんも参考にして行ってみてください。では早速1店舗目のご紹介です。サルバトーレの人形町ですね。人形町駅 A2 出口から徒歩1分の場所にあります。半蔵門線水天宮駅からも徒歩2分で着きます。ランチディナー等にね営業しておりますが、ランチの営業時間は平日が11時半から14時半、土日が11時半から15時半となっております。で、今回は平日の11時半に予約をして伺ったんですが、到着したらすでにたくさんのお客さんがいらっしゃって8割ぐらい埋まっておりました。こちらはねランチバイキングでは本格のナポリピッツァをはじめ、本格パスタ、前菜、サラダ、スープ、デザートまでイタリアン20から25品好きなだけいただくことができます。店内の壁にねワインがずらりと並んでいるんですけども、こちらはなんと120種類以上ありまして、お料理に合うワインを選ぶ形で楽しむこともできます。特に1000円台というね破格のお値段でイタリアンビュッフェを楽しめるということもあって、常にお客さんが入っているね知る人ぞ知る人気スポットかなと思います。内装は広すぎず狭すぎずといった形ですが、サルバトーレのね他の店舗と比べると比較的小さめの店舗かなと思います。店内左手にお一人様用のカウンター席、中央はテーブル席、奥がちょっとね個室っぽくなってるソファー席があります。ただこちらのソファー席なんですが、ビュッフェを取る際のルートになっているので人通りがちょっと多いかなという心配はあるんですが、その分ビュッフェがね近くて取りに行きやすいので人通りは特に気にならないよっていう方はこちらの席が一番おすすめですね。今回は平日ランチビュッフェ1870円のものを注文しました。こちらは90分制となっております。土日は税込みで2530円ですね。まずこちらのビュッフェのポイントはピザの種類の多さですね。もちろんこちらのお店でも5種類以上のピザが楽しめます。特に感じたのはこちらのお店は補充のスピードがめちゃめちゃ速いというところですね。どのお店も早いんですが、こちらのお店は特に早くて、ピザに限らずパスタや揚げ物なども基本的にはたくさんある状態なので、なくなっちゃうから早く取っておかないとということもないので、ゆっくりビュッフェを楽しむことができるんじゃないかなと思っています。ほぼ開店のタイミングで伺ったので、品数が豊富ということもあるかなとは思うんですが、料理がね、出来たての状態で全部が揃っている状態で楽しみたいという方は、開店時間にぴったりに行くのがおすすめかなと思います。予約は必須かなと思いますね。逆にね、料理はある程度揃っていて、どちらかというとね、混雑しすぎてない時間帯とか落ち着いてお料理を楽しみたいという方は遅めの時間帯を予約するのがいいんじゃないかなと思っています。ビュッフェの種類はねそこまで多くはないので、他のお客さんとタイミングが被っちゃうとちょっとね待ったりとか混雑したりはするんですが、基本的には余裕を持ってビュッフェを取ることができるかなと思います。ピザは特にマルゲリータがおすすめでして、やっぱりね釜で焼き上げてすぐのピザはねたまらなく美味しいですね。またクワトロとかね蜂蜜がかかっていてほんのり甘く、チーズの味わいも濃厚なので美味しくいただけます。でパスタもオイル系のパスタやトマトソース系のパスタもありまして、ピザだけではなくパスタも楽しめるのも嬉しいポイントですね。でデザートも数種類あるんですが、ロールケーキやプリン、わらび餅風のスイーツなどもあります。他のねサルバトーレのスイーツと比べると少ないかなという感じではあるんですけども、お値段的には十分な品数かなと思います。お子様も楽しめるようなラインナップなので、家族利用とかママ友利用とかにもねかなりいいのかなと思っております。人形町にあるので近くに会社がある方とか近くにお住まいの方に特におすすめですが、とにかく安いので皆さんねぜひ行ってみてください。では次のお店紹介させていただきます。ショウトンベイっていうお店ですね。こちらは池袋駅西口から徒歩5分の場所にあります。ビルの4階にあります。営業時間は12時から23時まで通しで営業しておりまして、ランチは15時までとなっております。今回は予約なしで平日の13時過ぎにお伺いしたんですが、すぐに案内していただきました。こちらは本格的な中国のね料理をいただきまして、四川料理を楽しむことができるお店となっております。席は全部で80席ほどありまして、ビルの外観の印象からかなり広々とした雰囲気といった印象を受けます。店内は中央付近の天井に赤い飾りがずらーっと飾られていたりとか、中国のポスターが貼られていたりとか、屋台感が感じられる雰囲気ですね。でお酒が提供されるような時間帯だと人も増えてもっとワイワイと賑やかな感じになるのかなと思います。注文は QR コードを読み取るシステムなんですけども、料理名が中国表記のものが多くて食べたことないようなお料理もたくさんありまして、ちょっとねこれは迷いましたね。何かわからないものにチャレンジするのもありかなと思って、お肉料理などもねかなり気になったのですが、迷った挙句今回は無難にねショウトンベイ冷麺が美味しそうだったので、そちらを注文してみました。今回は1000円台ビュッフェということで紹介しているんですけども、なんとこちらのビュッフェはですね通
通常のランチメニューに追加料金なしでお惣菜が食べ放題ということなので、ランチのお値段がそのままでお腹いっぱい中華料理を食べられるシステムになっております。今回注文した冷麺はお値段968円だったので、まさかの1000円以下でした。注文してからビュッフェ台の方に移動しまして、セルフで時間制限なく盛り付けていいようですね。右からスープが2種類、生野菜のサラダと、そして、ね、中華のお惣菜が4種類ほどあります。注意点として特に補充されることもなさそうだったので、まあ、補充されるタイミングがゆっくりめなのかなとは思います。ビュッフェの方はね、通常のランチセットにまあ無料でついてくるということもありまして、みんながみんな利用するという感じでもなくて、割とビュッフェ台の方はね常にゆったりしている感じです。メインで注文した冷麺なんですけども、これかなり美味しかったんですよね。で、具材はトマトやキムチ、牛肉、ゆで卵、アクセントにパクチーが入っています。値段に対してね、一つ一つの具材がしっかり大きめでかなり食べ応えがあって、正直ビュッフェなしでも余裕で満足感があります。お客さんのねほとんどの方がおそらく中国人の方かなっていう印象で、正直中華料理屋さんってね、本場の方がねお客さんで多いとね美味しいイメージありますよね。で、まあビルの中にある本場の人が通うようなお店って、まあ最初は入るのはちょっと勇気がいるかなと思うんですが、まあ冷麺以外のお料理も美味しそうでしたし、何よりランチがね1000円前後で美味しい料理が食べられるし、もうお腹いっぱいになるっていうことでね、みんなねこれはおすすめなんじゃないかなと思っております。ぜひお近くに用事のある方とか、まあ、ぜひねここのためだけにも足を運んでみてもらいたいなと思うレベルでおすすめです。では次のお店紹介させていただきます。野菜の王様銀座店です。銀座駅から徒歩3分ほどの銀座6の向かい側のビルの7階にあります。ランチの営業時間は11時半から15時までで、ディナーは11時半から22時までとなっております。まあ、予約もできるとのことだったんですけども、電話がなかなか繋がらなかったので、平日の12時頃に飛び込みで行ってきました。口コミではかなり並ぶとのことだったので気合を入れてきたんですけども、10分ほどでねすぐに案内していただきました。で、お店を出る1時頃にはねまた列になっておりまして、席数もそんなに多くはないので、まあ、やはりね予約できたら一番いいのかなと思います。こちらのお店は自社農園で育てた無農薬のね野菜を使用した健康的なお食事をいただくことができます。席は45席あって、テーブル席とお座敷の席があります。入って右側は半個室のような席になっていて、そちらは予約した方が優先のようですね。家族連れでも入りやすいようなカジュアルな雰囲気が特徴的です。ランチメニューは13種類ほどの中から選ぶことができまして、今回は鶏のコンフィ、ジンジャーオニオンソース、1080円のものを注文しました。ご飯はね16穀米で、全てのランチメニューにご飯、サラダ、スープのおかわりが無料でついてきます。サラダは2回までおかわり無料で、タッチパネルで注文するたびにね店員さんが持ってきてくださるシステムとなっております。で、以前はサラダバースタイルだったんですけども、まあ今は変わったようですね。やはりね野菜の王様というだけあって、野菜のフレッシュさが飛び抜けてると思います。ドレッシングちょっとにして野菜感強めで食べるのもありなんじゃないかなと思います。ただね、野菜ビュッフェの野菜の種類がねもう少し多かったらテンション上がるかなと個人的には思いました。最初に盛り付けられるサラダがねかなりボリュームはありまして、レタスやパプリカがメインになっております。こんなに野菜がもりもりなランチもねなかなか見ることがないので結構びっくりしましたね。おかわりしないでもねかなりお腹いっぱいになってしまいますね。で、ドレッシングが2種類ほどあります。メインのコンフィの方にはさつまいもやレンコン、スイートコーンなどが盛り付けられておりまして、彩りが鮮やかですね。コンフィはかなりタレが甘めで、お肉自体にしっかり塩コショウもついているのでがっつり食べ応えがありました。で、客層は30代以上の女性の方が多く、女子会などで利用されているシーンがね多く見受けられました。まあここはサラダバースタイルじゃないということで、まあ、ビュッフェ一人では恥ずかしいなーっていう方でもここならね一人でも入りやすいんじゃないかなと思いますし、めちゃめちゃおかわりしやすい雰囲気かなと思っております。ここは洋画と新橋にも店舗がありますが、2回までおかわり無料なのはね銀座店のみだそうなので、3店舗の中だったら銀座店が一番お得に食べられるんじゃないかなと思っております。おすすめです。皆さん、最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。渋谷某所に住所非公開の会員制カフェバーをオープンいたしました。会員制なんて敷居が高くて自分には関係ないと思う方も多いかなと思いますが、全く新しいタイプの会員制カフェバーとしてオープンしております。日中はカフェ、夜はバーとしての2つの表情を持ちます。カフェタイムはバリスタが入れる希少なスペシャリティコーヒーを楽しみながら、リモートワークも可能です。 Wi-Fi と電源完備ということもあり、使い勝手が魅力です。バータイムではオリジナルカクテルを楽しみながら、思い思いの時間を心ゆくまでお過ごしいただけます。スタッフに声をかけていただければ、モクテルの提供も可能なので、お酒が苦手な方でも安心して気軽に過ごすことができます。最後に僕の思いを語らせてください。僕は YouTube の発信を通してお客様との関わりが一度きりで終わりのお店が溢れていると感じています。そんな寂しい短期的な消費ではなく、お客様と長い関係を築くためには、会員制という形がお客様
様と長く深い関係を築けると考え、ユニンはお客様と一生関わっていくサードプレスを目指しています。現在会員募集は常に募集しているわけではなく、不定期で募集をしております。会員になりたいとお考えの方はユニン公式 LINE からご案内させていただきますので、 LINE にてご登録いただきお待ちください。またこの YouTube で再募集始まりましたなどのご案内はいたしませんので、公式 LINE にご登録いただかないと再募集のタイミングがわからなくなっております。ぜひ LINE 登録は無料ですのでご登録お待ちしております。普段あまり言わないので知らない方も多いかなと思いますが、実は会員制のクローズドメディアをやっています。なんだよそれって思いますよね。軽く説明します。サービス内容はメイン4つです。 1. YouTube で紹介していない場所を会員さん限定で紹介。これは単純に僕が普段行きまくっているお店は YouTube では非公開にしているんですが、このクローズドメディアでは何も躊躇なく紹介しております。2. 藤原にデートなどの質問を月に1回 OK です。僕からの情報発信だけではなく、今あなたが知りたいあなたのためだけの情報を届けます。3. 東京中心に全国3500箇所掲載されている Google マップの共有です。僕の夢は皆さんがどこに行こうと観光、デート、会食、お友達や一人での時間を楽しめるようにすることです。そんな際にこのマップ超便利です。 4.オフラインイベントの参加権利。約2ヶ月に1回開催しているイベントがあります。ここから皆さん友達が増えたりとか、カフェ一緒に行く友達が増えたり、飲み友達が増えたりしています。特に地方出身の方は東京でお友達作る機会なかなかないですよね。そんな皆様のきっかけ作りお手伝いさせてください。はい、そんな感じのサービス内容になっております。クローズドメディアは常に募集しているサービスではありません。ただここまで見ていただいている方には、次回募集時一番早くお伝えしたいという思いがあります。公式 LINE からお知らせをさせていただいておりますので、 LINE のご登録無料ですので、概要欄からぜひご登録お願いいたします。